最近のレゴクリエイターってシールがほぼなかったり、テクニックパーツが結構使われていますので、これはかなり進化してるんじゃないかなって思います。皆さんこんにちは、ジェイソーレゴブルダーヒュリーナー。はい、今回紹介するレゴはこちら、レゴクリエイターレトロなカメラです。はい、今回はこちらを組み立ててレビューしたいと思います。はい、こちらは今年発売された新作のレゴクリエイターです。最近は生き物系が多かったんですけど、こういった感じのモノ系って結構珍しいなって思います。箱はこのようになっていて、カメラとフィルムが付いております。このカメラは90年代のレトロのカメラがモデルになっております。ちなみにこのフィルムなんですけど、過去に発売されたレゴクリエイターが映っております。こちらのレトロなカメラ以外にビデオカメラとテレビに組み替えることができます。箱の後ろはこんな感じです。こちらの定価は2980円で、ピース数は261個です。こちらは神戸のコストコで2000円ちょっとで買いました。今回はこちらのレトロなカメラを組み立てます。はい、まずは組み立てが終わりました。今回のレゴクリエイターは小さいパーツが結構あったので、結構作るのが大変でした。ちなみに組み立てにかかった時間は全部で45分ぐらいかかりました。では今からこちらのシールを貼って完成させます。せーので、完成、レトロなカメラです。はい、完成しました。ちなみにシールは全部で6枚あって、貼るのはすごい簡単だったので、シール貼るには1分もかかってません。こういったガジェット系はあんまり見かけないんですけど、これ見た目の時点ですごい完成度だと思います。まずカメラについてくるフィルムは造形は一緒なんですけど、中のシールが違います。ちなみにこのフィルムはプリントパーツかと思ってたら、がっつりシールでした。まあどうせだったらここプリントパーツにして欲しかったんですけど、多分これプリントパーツだとちょっと難しかったんじゃないかなって思います。ちなみに僕はこういった感じのカメラ持ったことがないので、ちょっとこれなんてこと言えないんですけど、昔のカメラのフィルムってこんな感じでしたよね。ちなみにフィルムの絵柄は、これがレゴクリエイターのキャンピングワゴンで、レゴクリエイターサファリの動物で、これが確か今年発売されたレゴクリエイターのジョーロか蝶々だったと思います。もう一つの絵柄はこのようになっていて、これがローラーシューズで、これが犬たちで、確かこれがヴィンテージバイクだったと思います。はい、続いてはこちらのレトロなカメラを見ましょう。ちなみにこのカメラは1990年代ぐらいの一眼レフがモデルになっていて、で、このカメラにはこちらのストラップが付いております。ちなみにストラップの材質は紙かなって思ってたんですけど、ちょっと紙っぽいようななんか布生地になっております。で、このストラップの柄も 2×2 のブロックがこのようにプリントされていて、めちゃくちゃカラフルです。はい、全体をぐるっと見回すとこのようになっております。底側はこのようになっていて、上から見るとこのようになっております。近くで見ましょう。まずこちらがレンズ部分です。レンズはクリアパーツが使われていて、ピントのこの部分はテクニックパーツが使われております。ちょっと見えづらいんですけど、ここにクリアパーツが使われていて、ちょっと見えづらいんですけど、中からこのように覗くことができます。上はこのようになっていて、昔のカメラなんで、これちょっと何がなんだかわかんないんですけど、とりあえずなんとなくなんですけど、これがフィルムを変えるレンズで、これがシャッターで、これがズームで、シャッターがフィルム替えのギアかなって思います。で、この部分にマイクやライトを乗せることができます。これは造形だけなんですけど、結構よく作られてると思います。はい、そして後ろはこのようになっていて、後ろについては結構割とさっぱりしてますね。僕が今使ってるカメラだと、ここにモニターがあって、この部分にメニューボタンとかいっぱいついております。ではこちらのレトロなカメラのギミックについて説明します。まずピント調整のレンズがこのように回転して、この部分が回転して、で、反対側のこの部分もこのように回転して、この部分なんですけど、中にゴムブロックがありますので、このように押して離すと、はい、このように動きます。ちなみに反対に動かすと、はい、こんな感じです。このボタンは押せなくて、背面のこの部分がこのようにパカッと開くことができて、中はこのようになっております。内部については結構割とさっぱりしてますね。で、この内部に先ほどのフィルムをこのようにセットさせることができます。
セットさせてもこのレトロなカメラの見栄えが変わるかっていうと全然変わりません。もう本当に入れるだけです。ちなみにフィルムの交換は簡単にできますので、このように出して別のフィルムに変えることも難なくできます。このギミックは結構面白いなって思います。で、あとはこんな感じでストラップを手に通せばこのように持たせることもできます。これで本当に写真を撮ってるっていう感じが出ますね。これは本当にすごいと思います。では最後に大きさ比較いきます。ミニフィグとレゴマリオと並べるとこんな感じです。高さはレゴマリオとほぼ一緒で、ミニフィグだとそうですね、ミニフィグ 1.5 体分はあります。最近のレゴクリエイターってシールがほぼなかったりテクニックパーツが結構使われていますので、これはかなり進化してるんじゃないかなって思います。はい、レゴクリエイターレトロなカメラはこんな感じです。はい、ということで、レゴクリエイター、レトロなカメラを組み立ててレビューしてみました。まず僕はこういった感じのカメラ触ったことがないので、ちょっとうまく説明できなかったところはあったんですけど、こういうタイプのカメラを持ってた人には、大きさも造形も結構似てるところがあったんじゃないかなって思います。ちなみに僕はこのカメラのストラップが、すごい良かったと思います。あとはこのフィルムの絵柄が、これまで発売されたレゴクリエイターになっていて、レゴクリエイターが好きな僕にとっては、これは素晴らしいと思いました。次の動画ではこちらのビデオカメラに組み替えます。はい、以上、ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ、ハハハハ。